皆さんご機嫌いかがでしょうか。今日は僧正遍昭の歌を使って葛子寺を解読しましょう。僧正遍昭の名前の右側に書き込みがあります。拡大してみましょう。画面から目を離して細目で見てください。そうするとこの字は何に見えますか。ひらがなの祖です。そしてこれはひらがなのう。さてこの部分ですが、目を細くして見てください。まずこれです。これはそうですね、濁点が見えます。死に濁点がついたもので字。次はですね、この部分です。錯綜としてますが、やはり画面から目を離してですね、細くしてみますと、ある漢字を崩したものです。これはなりという漢字を崩したもので、やという音に当てます。これはですね、ひらがなのう。じやうと書いてあります。じょうと読みますが、じやうと。特になりという字は人名に使われていますね。てつやとかですね、かずや、そのやです。このなりという漢字が崩れまして、今のひらがなのやになっています。続いてこれはここです。これはひらがなのへ。次はどうでしょうか。これはひらがなのん。さて今度はこれです。これはひらがなのせに見えますが、実は濁点がついていまして、ぜと書いています。どこに濁点があるんでしょうね。よく見てください。ここです。拡大してみました。ここのところに、やや黒い濃い点があります。目を細くしてみてください。そうするとここの部分に、点々がありますね。これは明らかに後からつけたもので、他の、印刷された線よりも濃い点々です。よって、ここに濁点があるというふうに考えられます。中央に濁点がぼんやりと見えます。何か地球から何万光年も離れた宇宙空間に浮かぶ遠い遠い星を見ているようですね。ここの部分は死ではありません。これはですね、うです。左側にぐっと大きく伸びていますね。ですから死とは反対、うです。さて、本文に行きましょう。これは何の漢字を崩したものでしょうか。天という漢字を崩したものです。さてこれは何の漢字を崩したものでしょうね。山水のようです。これは津という漢字を崩したもので、津の音に当てます。
これはそうですね、風。これはどうでしょうか。これは雲です。さて、これはおっと長い吹き出しが出ましたね。変態仮名だぞというサインでしょうか。これはですね、能力の脳を崩したもので、のの音に当てています。非常に特徴的な形で何度も出てきますので、ここで覚えてください。これは蚊に見えますね。これはいかがですか。これはひらがなのよです。さて、これはひらがなのひ。これはですね、地面の地と書いてありますが、これはですね、地という音に当てます。地面の地というよりは地球の地、地という音に当てます。さて、これはどんな漢字を崩したものでしょうか。服という漢字です。口辺にあくび、服という漢字を崩したものです。次はこれはひらがなのとですね。さて、これはらに見えますけれども、ひらがなのちです。縦棒から右側に大きく回るときにかなり鋭く曲がりますね。これがちの特徴です。ひらがなのらは、もうちょっとですね、曲線が多いんです。ここではちはこういう形というふうに見てみましょう。さて、今度はこれです。これはひらがなのよ。さて、これはどうですか。そうですね、ワイウエウォのウォという字です。さあ、これはどうでしょうか。どうやら変態仮名のようです。これはどんな漢字を崩したものでしょうか。これは登るという漢字を崩したもので、とに当てます。次はいかがですか。これは何に見えますね。これはですね、免許の免という漢字を崩したもので目という音に当てます。これはそうですね、乃木坂のの、今のひらがなの元の字です。これはひらがなのそうですね、す。ここにもあります。実はこの部分が一つの文字になっています。崩し字は連綿と筆が続いていますので、うっかりすると、見逃してしまいます。これは可能の可という漢字を崩したもので、可の音に当てています。さて、次はこれです。大きく左に腰を曲げている感じ、どんな感じを崩したものでしょうか。
これは多いという漢字を崩したもので、多という音に当てます。多少の多。これはどんな漢字を崩したものでしょうね。これは志という漢字を崩したもので、死という音に当てます。さて、これはそうです。どうやら歯のようですね。正解です。これはどうでしょうか。はい、これは死。お、また出ました。これは右の行のですね、上から2番目何でしたっけ。これは登るという漢字を崩したもので、とという音に当てます。これもですね、見逃しがちなんですが、これは漢字ではありませんし、ひらがなでもありません。これは、繰り返しの記号です。さて、これはどうですか。小さいですが、これはひらがなの、そう、目ですね。目。そしてこれはんと書いてあります。さて、いかがですか。これまで読んできたもの、これをちょっと書いてみました。前半部分です。雨つ風雲の通い字吹き閉じよと読むんですが、濁点がないテキストなので、このようになっています。もうちょっと読みやすくするために、濁点をつけたりしてみました。雨つ風雲の通い字吹き閉じよ。今度は後半部分です。乙女の姿しはしととめんと書いてありますが、これを読みやすく変えてみました。乙女の姿しばしとどめんと書いてあります。さて、この回のおさらいです。この字はなんという漢字を崩したもので、何と読むのでしょう。はい、つという漢字を崩したもので、つと読みます。対馬さんのつ。このように、さんずいをぐっと崩してですね、半分の半に見えたりします。なんか、左上とですね、右下はひらがなの歯に見えてしまいますが、ひらがなの歯は最後の、右側に行く部分がですね、あんな風に、くねくねしていません。次はこんなところにありました。これは、能力の能という漢字を崩したもので、能と読みます。能力の能。最後に出てきた右下の崩し方ですが、これはですね、あんまり目に触れないと思います。一番目に触れるのは、右上のもの、次に、左上です。このひらがなの実のような形ですが、実とは違ってですね、最後の縦棒も、かなり長いですし、そうですね、右上にぐっと伸びて
いるところなどは、やはり能力の脳の右側の部分、カタカナの火のような形をしたパーツが2つ重なっていますが、これの崩しですということがわかると思いますね。次は地球の地ですが、これはもちろん地と発音します。地球の地、こんな形で出てくるんですね。こんな形もあります。これはなんとなく地に見えますが、左上、それからその隣右ですね。私たちが書き慣れている地球の地とはちょっと違って、なんだろうなと思ってしまうかもしれませんね。次はこれです。これは昇るという字を崩したもので、とという音に当てています。登山のとと覚えてください。こんな形、そしてこんな形、だいたいこのような形なんですが、上は小さいという感じに見えてしまいます。下に蛇のような形がついています。何かこう手を広げて、幽霊が飛んできているような形ですが、私は天女が飛んでくるようにも見えることがあります。さてこれはですね、昇るという字を崩したものですが、下の蛇という蛇のような形をした部分は豆を崩したような感じでございます。蛇みたいですね。こんな形もあります。これはかなり極端に崩したものです。次はこれです。これは免許の免という漢字を崩したもので、目と呼びます。免許の目、はい、どうだなんてですね、胸を張ってのけぞっているような形です。いかがですか。こののけぞり、これが特徴ですね。免許の免という漢字を崩したものです。次はよく出ますね、乃木坂のの、乃木坂のの、現代のひらがなの元の字です。この今見ている3つののをですね、もっと滑らかに崩してみてください。そうすると今のひらがなのよのになります。こんなところにある小さいもの、小さいものはですね、大体可能のかというふうに頭入れておくといいですよ。可能のか、今3つ見えていますが、大体このようなパターンです。まず一番、下のもの、これはもう横棒が省略されて、口とそれから縦棒、これだけのものです。くるっと角のようですが小さく出てきますので、あまりですね、角に見えません。文脈の中ではこれは可能のかだというふうにピンときます。それから右上のもの、これは筆の勢いでですね、もう横棒でなくて縦棒になっています。それから左側、横棒が離れて、そして、崩しが口とそれから縦棒、この左上のものが大体、
頻度としては高いです。可能の可です。次はこれは何でしたっけ。これは多いという漢字を崩したもので、他と読みます。他の他、多少の他です。はい。下のちょっと画数の多い、なんか毛糸が絡まったような形をしているもので、これは多いという漢字を崩す際にですね、あまり省略の少ないものです。上の左に膨らんでる字、これがとってもたくさん出てきます。多く出てきます。これは多少の他。これはそうですね、志という漢字を崩したものですが、読むときは死と読みます。志村さんの死。どうですか。蛇のような崩し方ですよね。心という字がもうかなり引っ張られています。それでは他のバージョンで読んでみましょう。ここからはサクサクいきますので、まあ、参考までにこのようなテキストも読めるようにいたしましょう。まずこれです。これは何でしょうか。そうですね、ひらがなのあ。上の横棒がつみたいになってますね。これは安心の安という漢字を崩したものが元の字になっています。次はこれです。何の漢字を崩したものでしょうね。これはここはまと発音するんだなというのはなんとなく、先入観で皆さんの頭の中にあると思うんですが、じゃあまと発音する漢字は何だろうというふうに、考えますと、これはですね、まん、よろず、1万2万のまんですね。この字を崩したものです。まという音に当てています。次はこれです。単純に津のように見えますが川です。もちろんひらがなの津は川という字を崩したものですので、この丸で囲んだところは、まだ私たちが使っているこの黄色い右側の津のように滑らかにこう一本につながってません。三本川の津を崩した跡がこの丸の中の字です。次はですね、うのように見えますが、これは可能のか、かという音に当てます。さてこれはひらがなのをに見えますけれども、実は世界の背です。背と発音します。世界の背は今のひらがなの元の字になっています。さてこれは何でしょうか。上は雨冠でしょうかね。雲です。次は、農業の農という字を崩したものです。のと読みます。さてこれは何でしょうか。お茶っ葉の茶の字のような、これはですね、
実は門構えに木と書いてあります。上に、若冠のような角のような形をした部分が実は門という、漢字、門構えが上の方で、ちょこちょこっと崩れて、こんな省略された形になっているものです。寒弱の寒、かと読みます。次はですね、これは、何でしょう。はい、与えるという漢字を崩したもので、よという音に当てています。さて、これは何の漢字を崩したものでしょうか。これは、悲しいという漢字を崩したもので、火というふうに、読みます。これは何でしょうか。そうですね、ひらがなの地。これは不可能の不です。ただしこれも不という音に当てているんですね。これはどうでしょうか。これは幾何学の幾、これをうんと崩すとひらがなの幾になっています。丸で囲んだところは今の左側に出ている私たちが使っている幾、そのちょっと前の段階の崩れ方ですね。これはひらがなのと、そしてこれはひらがなのち。どんどんいきましょう。これはひらがなのよ。今度は上の方に行きます。これはひらがなのを、そして今度はこれです。これはひらがなのと。次は分かりますね。ひらがなの目です。これはひらがなのの。さて、これはどんな漢字を崩したものでしょうか。これは春という漢字を崩したもので、すという音に当てています。す、これは可能のか、かという音に当てています。次これです。これはですね、道という字を崩したものです。ただ読むときはですね、他というふうに読むんですね。注意しましょう。次はこんなところに飛びます。これは志という漢字を崩したもので、死という音に当てます。これは何でしょうね。はい、これは物という漢字を崩したもので、歯という音に当てます。これはひらがなの死ですね。死、これはひらがなのと。次、この部分です。これはひらがなの詩ではなくて繰り返しの記号です。詩の場合は今この丸の右側にありますが、縦にブーッといって伸びてですね、筆がスーッとフェードアウトしていきます。これはグッと止まってますので詩ではありません。これはひらがなの目、
そしてこれはひらがなの無です。お疲れ様でした。耳がかゆそうですね。次回は養蛇院の歌を使って、くずし字を解読しましょう。それでは皆さん、ごきげんよう。